ューサーさん、相変わらず私にとってのステラステージは見えないままです。でもプロデューサーさんにお手伝いしてもらって立つステージは全然違います。その充実感があって。はい、どうしてこんなに楽しいんでしょう。私はいつも通りファンを楽しませたいって思ってるだけなのに、やり終えて今こうしている時の喜びが全然違うんです。普段と一体何が。それだけでしょうか。普段も一応ステラステージを目指してやっているわけですし。一つ違いがあるとするなら、それはプロデューサーさん。はい、私には専属のプロデューサーがいませんから、ライブが終わった後も話す人がいなくて。だから成功した後こうしてお話しできるのがとっても幸せなんです。合唱団にいた頃のような温かさがあって。え、本当ですか。もしかしてプロデューサーさんがいた方がいいとか。仲間、アイドルの仲間ということですか。私のステラステージ、大切なのはファン以外のもっとたくさんの人たち。そういうことだったんですね。私に足りないものは仲間。これまで全然見えなかったことが、やっと私胸に。はい、プロデューサーさん、忘れません。何かあった時はいつも思い出すようにします。プロデューサーさん、今日はいいお話をありがとうございました。次はいよいよ。私、エクストリームライブを成功させて早速喜びを分かち合ってみたいです。まだ数は少ないですけど、プロデューサーさんや助けてくれるスタッフさんと、そうすれば。はい、本番もよろしくお願いします。これがきっと事務所の壁を越えた最後の。あ、そうなんですよね。プロデューサーさんと私の最後の。